2010年優勝したのはポール・ロドリゲス。1984年生まれ、アメリカ・カリフォルニア州出身。自らが立ち上げたブランドプリミティブのライダーとして活躍しているスケーターです。現在コンテストシーンの第一線からは退いていますが、2010年当時はバリバリでした。Pロッドのコンテストの滑りは確実にスコアを取りに行く丁寧な滑りで、特にスコアの高いスイッチスタンス、ノーリースタンスのトリックをラインに多く取り入れています。台頭してきた15歳のナイジャ・ヒューストンとタイブレークとなり、僅差で勝利を勝ち取りました。2011年優勝したのはデニス・ブセニッツ。1981年生まれ、アメリカ・カリフォルニア州出身。リアルやアディダスのライダーとして長きにわたり活躍し、スケートカルチャーの中心サンフランシスコを代表するスケーターの一人です。トッププロスケーターが集結するタンパプロ、2005年に一度優勝し、2011年は2度目の優勝となります。2010年のポール・ロドリゲスの滑りとは違い、スピード感があり流れが良い滑りで、テンポよくトリックをこなしていきます。タンパプロの決勝は1分間のランを3本滑り、その中の最高得点で順位が決定します。 SLS やオリンピックのようなシングルトリックは行わないので、いかにコース全体を使って1分間を滑り切るかがポイントとなります。スケーターそれぞれに得意な滑り方があります。毎年違う滑り方で優勝しているので、スピード感、トリックチョイス、トリックの数などをぜひ見比べてください。2012年優勝したのはトーリー・パドゥイル。1990年生まれ、アメリカ・カリフォルニア州出身。デイ・ウォンソンと立ち上げたデッキブランドサンキューや、自らが手掛けるグリズリー・グリップテープなど、ライダー兼ブランドファウンダーとしても活躍しているスケーターです。当時ストリートでもキレのある滑りが評価されていたトーリー・パドゥイル。ロングレッジの全流しやスイッチキックフリップのステアアップ、高さのあるレールでのスミスグラインドなど、持ち味の流しと高さのある滑りを披露していました。トリック数は少なかったのですが、一つ一つのトリックの難易度とクオリティが高く、前年度の3位から躍進し、見事1位に輝きました。13歳からタンパのコンテストに通い続けており、最高の年だったと後のインタビューで語っています。2013年優勝したのはルアン・オリベイラ。1990年生まれ、ブラジル・ポルトアレグレ出身。フリップやナイキ SB のライダーとして活躍しており、スピード、高さ、切れ味抜群のキックフリップ系のトリックが売りのスケーターです。アマチュア時代からコンテストで好成績を収めており、2008年、2009年とアマチュアの最高峰のコンテストタンパアームで優勝しています。当時からプロ顔負けな滑りを披露していました。ファーストトリックのレールオーバーのフロントサイドキックフリップから、レール・レッジでのトリック、そしてマニュアルトリックなど、コース全体を使いバランスの良いトリックチョイスでつないでいき、ラストはお得意のハードフリップで締めています。ファーストトリックとラストトリックは滑りの印象に影響を与えるので重要だと思います。強豪ナイジャ・ヒューストン、チャズ・オルティズ、ポール・ロドリゲスを抑え見事優勝しています。2014年優勝したのはナイジャ・ヒューストン。1994年生まれ、
アメリカ・カリフォルニア州出身。2021年、自ら立ち上げたブランドディスオーダーや、ナイキ SB のライダーとして活躍。コンテストシーンで最も勝利を収めているスケーターです。当時、SLS や X ゲームズなど、あらゆるコンテストで優勝を収めていましたが、タンパプロでは苦戦し、2位が3回と悔しい結果が続いていました。勝利へのこだわり、勝ちを意識した気持ちのこもった滑りを披露しています。スピード感があり、次々と難易度の高いトリックをこなし、得点を重ねていきます。他のスケーターがベストトリックで狙うようなトリックをラインでさらっと入れています。彼の滑りは面白くないという人もいますが、内容を見るとさすがの一言です。2015年、優勝したのはルアン・オリベイラ。2013年に続き2度目の優勝です。スキル、スタイルともにさらに磨きのかかった滑りを披露していました。アマチュアで2回、プロで2回、合計4回の優勝は過去最多です。ここタンパでチャンスをつかみ、現在のプロのキャリアがあるので、思い入れも人一倍強いと思います。同じブラジル出身のフェリペ・グスタボもそうですが、タンパのコンテストで優勝して注目を集め、その後プロスケーターになったスケーターは大勢います。それぐらいプロもアマも注目しているコンテストです。このタンパプロでは、1分間滑り終えた後もルーティーンが続く場合、状況を見て MC が滑り続けるように促します。ジャッジの対象にはならないと思いますが、トリックが続くと観客も会場も大盛り上がりとなります。フロントサイドビッグスピンでタイムアップしているのですが、その後の滑りが神がかっていました。2016年、優勝したのはシェーン・オニール。1990年生まれ、オーストラリア・メルボルン出身。自らが立ち上げたブランドエイプリルやナイキ SB のライダーとして活躍。難易度の高いトリックもスタイリッシュにメイクするスキルを持っているスケーターです。自分が狙っていたトリックができなかったり、珍しくスケッチーな動きを見せたりしていましたが、トリックチョイス、流れ、力の抜けたスタイリッシュな滑りは秀逸でした。滑りとは関係ありませんが、タンパプロは私談義が一番お気に入りのコンテストです。人気の SLS は2010年から始まったので約10年ですが、タンパプロは今年で27年目を迎えます。長年見てきた愛着もありますが、タンパのコンテストが好きなところは会場の雰囲気です。四方を観客が囲んでいて、観客と出場スケーターの距離も近く、会場全体が一つになっている雰囲気が最高です。2017年、優勝したのはルイ・ロペス。1994年生まれ、アメリカ・カリフォルニア州出身。ファッキンオーサムやコンバースのライダーとして活躍しているスケーターです。ビッグトリックよりラインで次々とトリックを積み重ねていく滑りを得意としており、 SLS はビッグトリックを持っているスケーターが有利になりますが、タンパプロは1分間のラインでの勝負となり、彼のスタイルに合っていると思います。コースに関してですが、年ごとに見比べてもらえばわかると思いますが、毎年タンパプロに合わせてリニューアルされています。
毎年出場しているスケーターもいますが、コースが変わると攻め方も変わりますし、得意不得意も出てきます。スケーターと観客を飽きさせない工夫がされています。2018年、優勝したのはジャガー・イートン。2001年生まれ、アメリカ・アリゾナ州出身。ザ・ハート・サプライヤー、カリウマのライダーとして活躍しているスケーターです。幼少の頃からコンテストシーンで活躍しており、2014年にはタンパアームで優勝。この2018年タンパプロの優勝に続き、オリンピックでも銅メダルに輝いています。スピード感があり、次々とトリックをこなしていくスタイルで、特にクォーターでのつなぎのトリックがうまく、ブラントのフリップアウトなどをさらっとラインに入れてきます。流れが良く、息継ぎの少ない滑りが彼の持ち味です。昔話になりますが、ジャガー・イートンが生まれた2001年はまだライブ配信もなく、コンテストが開催、雑誌で結果を知り、その後ショップで VHS を購入し見るという流れでした。2019年、優勝したのはカルロス・リベイロ。1991年生まれ、ブラジル・ノボハンブルゴ出身。プリミティブやナイキ SB のライダーとして活躍しているスケーターです。ファーストトリックのロングレール鬼流しが渋すぎます。トリック数は少ないのですが、行ったトリックすべての難易度が高く、かつスタイリッシュにメイクをしています。このコンテストでは日本の池田大輔が3位になり、タンパプロ日本人初の表彰台に上っています。タンパアームでは2018年池田大輔、2019年根付海里と日本人が2年連続優勝しているので、今後タンパプロでも日本人が優勝することを願っています。ブラジルや日本をはじめ世界各国のスケーターが集結するのもタンパプロの魅力です。2020年、優勝したのはナイジャ・ヒューストン。2014年に続き2度目の優勝となります。終始完璧なライディングで、ラストにビッグトリックを見せる圧巻の滑りを披露していました。ナイジャ・ヒューストンの華麗な滑りを見ながら、2021年のタンパプロについて説明します。現地時間の明日10月16日土曜日、お昼12時から予選、夕方5時からベストトリックが行われます。あさって10月17日日曜日、お昼の12時から準決勝、夕方4時半から決勝が行われます。日本とフロリダタンパの時差は約13時間あるので、夜中の1時からライブ配信が始まります。私ダンギ、数年前はライブ配信にかじりついて見ていたのですが、なかなか時間が厳しいので、今回はライブ配信ではなく、ゆっくり動画で見ようと思っています。下の概要欄にタンパプロのリンクを貼っています。トップスケーターたちの熱い戦い、ぜひチェックしてみてください。